2016年5月22日、韓国 SBS ニュースは、韓国のある鉄鋼関連会社が、解雇の不当性を訴え復職した社員に対し、とんでもない報復を行ったと報じた。生理解雇の不当判定を勝ち取り、7ヶ月ぶりに戻ってきた3人の社員に用意されたのは、トイレの目の前の席だったのだ。3人の社員は、いずれも、この会社で、部長や課長職にあった人物。昨年10月に生理解雇されたが、労働委員会から、このほど、解雇の不当判定を受けて復職が叶った。しかし、会社が彼らに与えたのは、なんとトイレの前の席。一人ずつ、トイレの前や横に、小ぶりの机が用意された。復職者らは労働庁に通報し、トイレ前勤務からは1日で解放されたものの、その後は、ガランとした会議室で、仕事もなくただ座る日々が続いているという。復職者らは、こうした会社の仕打ちにあまりに残忍が、自分がこんな会社に通っていたのかと思った、何の犠牲も払わず、懲戒も受けずに戻ってくるつもりかと会社から言われた。罪人扱いを受けたと感じたなどと怒りをあらわにしたが、一方の会社は、執務室にスペースがないので、他に机を置いただけとし、トイレ前勤務は、復職者本人が望んだことと主張している。この報道に、韓国のネットユーザーからコメントが寄せられている。どこもこんなもんだよ。力あるものの横暴だ。ゴミみたいな会社だな。どこの会社なのか、実態を明らかにすべきじゃないのか。精神面での損害賠償を受けるべきだ。これを見て黙っている同僚も同僚だな。これはひどい。悪さをすると子孫が罰を受けることになるよ。先進国では労働者が働くが、後進国では奴隷が働く。表面だけは現代文明を取り入れたこの国も、民度は未だ減る朝鮮だ。日本が朝鮮を統治しようとした理由は、まさにこういう点にある。残忍を通り越して法律的にダメなのでは。裁判所命令でこの会社の会長の席をトイレの前に設置してほしい。社員への見せしめじゃないか。怖すぎる。政府が企業の味方をするからこういうことが起こる。